皆さんどうも、ポケモーニングポケモン情報局のひろとです。もう2024年も6月になったということで、2024年の前半ももうそろそろ終わりですね。来年はポケモンレジェンズ ZA が発売されるということで、ポケモンはさらに盛り上がると思うんですけれども、今月もポケモンには、いろいろなイベント情報や配布情報が来ておりますので、今回もこういった情報を皆さんにまとめてご紹介していきたいと思います。ということで、まずはこちらからです。今週の金曜日、6月7日金曜日の朝9時から6月10日月曜日の9時までの間は、水タイプのポケモンの大量発生ということで、ナミイルカ、ハスボウ、タッツの、大量発生イベントが出現します。今回の大量発生イベントでは、ヤサ型の証を持ったポケモンたちと普段より出会いやすくなっているということで、証持ちのナミイルカ、ハスボウ、タッツだったり、色違いも手に入りやすくなっておりますので、ぜひね、このイベント参加してみてください。ちょっと前にね、あの水タイプのポケモンの大量発生が来るんじゃないかって言ってたんですけど、本当に、水タイプのポケモンの大量発生来ましたね。ちょっとびっくりしました。はい。今回出現場所は、ナミイルカはパルデア地方、ハスボウは北上の里、タッツはブルーベリー学園で、大量発生します。ナミイルカの色違い個人的に結構好きなので、この機会にゲットしたいなと思ってますね。はい。今回の大量発生イベントでは、この3匹の水タイプのポケモンの大量発生、そして今回はヤサ型の証を持ったポケモンと出会いやすくなっています。そして新しい月になったということで、ランクバトルも5月シーズンが終了し、6月シーズン、シーズン19が始まりました。今回のシーズンも、伝説ポケモン1体使用できるルールで、これらの伝説ポケモンたちを、1体だけパーティーに入れて戦うことができます。今回のシーズンも、報酬が結構美味しくて、マスターボール級で塩スパイス5個、スピードボール1個、金の王冠1個、金の王冠3個に特製パッチ1個、そして30万リーグペイ、続いてハイパーボール級で塩スパイス2個、スピードボール1個、金の王冠1個、金の王冠1個、特製カプセル1個、15万リーグペイ、スーパーボール級で技マシンのテラバースト1個に金の王冠に特製カプセル1個、6万リーグペイ、モンスターボール級で、テラバースの技マシン1個、2万リーグペイ、ビギナー級で1万リーグペイという風になってます。伝説環境もだんだんね、環境が整ってきて、強い組み合わせとかもいろいろ見つかってきた頃なんですけれども、先月と比べると海流の使用率が大きく上がってきたのと、コライドの使用率が大きく下がって、今伝説ポケモンで一番使われているのはバドレックスということになってます。先月とはまた違った、伝説環境を楽しめますので、ぜひね、まだランクバトルやってない人は、やってみてください。個人的にはザシアン最強だった剣盾の頃よりも、まあ、何倍も面白いなと思っているので、ぜひね、まだランクバトルやってない人はやってみてください。今回の伝説環境意外とおもろいです。続きまして、先週開催されていたラグラージレードなんですけれども、今週の金曜日、6月7日金曜日にも、ラグラージレードの第2回目が開催されますので、前回ラグラージゲットできなかった人だったり、秘伝スパイス集めたいよっていう人は、今週の金曜日、6月7日金曜日にまた最強のラグラージレードがやってきてくれますので、その時に周回したり最強のラグラージをゲットしたりしてみてください。今回攻略におすすめのポケモンはトリトドンですね。そして6月7日金曜日にはラグラージレードの他に、ハピナスレードもやってきてくれるということで、ランクバトルで新しいポケモンを育成したい人だったり、経験飴だったりテラピースが足りてない人は、今週の金曜日ハピナスレードやってきますので、ぜひね、ハピナスレードたくさん周回して経験飴だったりテラピースを集めておくといいかなと思います。こちらもラグラージレード同様、月曜日、6月10日月曜日の朝9時までの開催ですので、今週の金曜日6月7日からは大量発生イベントとラグラージレード、ハピナスレードの3つが同時に開催されるということで、まあ、結構珍しいですね。はい、3つ同時開催ですので、今週はレードだったりイベントだったりで結構大忙しかなと思います。
そしてそしてなんと今週の金曜日6月7日金曜日には、公式配布もあります。アメリカ大会にて前回優勝者が使用していたポリゴン2が、6月7日から6月11日の間配布されることが決定しておりまして、プレシャスボールに入っている特別なポリゴン2が公式配布されます。個体値などの情報は不明なんですけれども、特性や性格、持ち物や技構成はこんな感じになっておりまして、プレシャスボール入りのポリゴン2が配布される、めちゃくちゃ珍しい機会ですので、6月7日にはこちらの公式配布の情報にも注目しておいてくださいね。続きまして6月になったということで、6月が誕生日の人は現実世界にあるポケモンセンターもしくはポケモンセンターオンラインにてパモもしくはカルボを受け取れるシリアルコードがもらえます。誕生日の月にしかもらえない限定の公式配布なので、誕生日が6月の人はぜひポケモンセンターやポケモンセンターオンラインでお買い物をしてパモもしくはカルボを受け取っちゃってください。もしパモかカルボを選んでいいよというふうに言われた人は個人的にはカルボーを受け取った方がいいかなと思います。こんな感じで、現在ですね夜遊びのパーモットが公式配布されておりますので、パモは、夜遊びのパーモットということで、パーモット公式配布で受け取ることができるんですけれども、プレシャスボール入りのカルボーは他に入手する手段がないので、個人的にはカルボーを受け取った方がいいかなという感じですね。はい、ということで以上が今週の公式配布の情報だったりイベント情報だったりします。今週は大量発生イベント、ハピナスレード、ラグラージレード、そしてポリゴン2の公式配布ということで、今週の金曜日は大忙しで大盛り上がりですね。毎年8月の初めの方にポケモンプレゼンツが、開催されてですね、前回は最強のミュウツーレードがやってきてくれたんですけれども、今回イベントの3つ同時開催っていうのは、このポケモンプレゼンツに何かイベントをするために急いで3つ同時に開催したのかなとも思います。まあ、8月のポケモンプレゼンツスカーレットバイオレットでも何かイベントがあると思うので、去年のミュウツーレードと同じぐらいなんか盛り上がるイベントレードとかやってほしいですね。はい、ということで、今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ということで、今回も最後まで動画を見てくださった方に、現在ね伝説環境でも、大活躍している、こちらのテラパゴスを、視聴者さんにプレゼントしたいと思います。応募方法はチャンネル登録とこの動画にいいねと何でもいいのでコメントをしてください。コメントした写真を Twitter の DM に送っていただけますと応募完了になります。Twitter のアカウントは概要欄やコメント欄に貼ってありますので、ぜひそちらから飛んでください。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ということで以上ポケモン情報局のひろとでした。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。